高浜川高浜市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。高浜市は愛知県の南部に位置する市。三河地方に属する。洋行が盛んであり、日本三大河原に数えられる三州河原の主産地として知られている。 河原を専門とする全国で唯一の美術館である高浜市焼物の里河原美術館がある。市政志向とともに町名が設置されている。愛知県の市の中では、八戸市、新首郎市、岩倉市に次いで人口が少ない。大見は2019年1月27日に安城市長選挙に立候補し自動試職した。国外2005年に開催された愛知万博では、 一市町村一国フレンドシップ事業が行われた。名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をそれぞれフレンドシップ相手国として迎え入れた。国内高浜公益前の鬼ヶ原モニュメント吉浜地区では養鶏も盛んである。自然体で高浜鶏飯を名物にしている。絹浦港に面した臨海地区で木材加工や 自動車製造関連を中心とする工業が発達している。溶業産出する粘土を用いた溶業が伝統的に盛んで、三州瓦生産の中心地である。鬼瓦をはじめとする飾り瓦も有名である。江戸時代の1700年頃には民家にも瓦が使用されるようになり、この頃に三河国が瓦の産地となっていったとされる。 春日神社の狛犬は、教法8年に、高浜村の瓦屋によって奉納されており、この年には、高浜に瓦の専門業者があったことが明らかとなっている。1874年の府県物産票によると、愛知県の瓦生産量は、全国第4位だったが、大正初期には、高須金之助らの日本用瓦が、フランス瓦を製造して輸出なども行い、 またスパニッシュガーラの様式をいち早く取り入れて、日本の風土に合った S 型ガラを開発した。1928年には、世界初の塩焼きガラが開発され、1953年には、イブシラの生産量を上回ったが、3州の粘土でないと、独特の美しいや小豆色が出ないという。1929年には、壁海軍高浜町に、 町立の養業試験所が設立されているが、資金難から数年で閉鎖されている。近年では、国道419号沿いで商業が目覚ましく、発達している。愛知県立高浜高等学校投資の中学生は、三河地方の県立普通科高校のほか、調整特例として、東浦町の愛知県立東浦高等学校、普通科への進学が可能。しかし、 木浦大橋を挟んで隣接する半田市の愛知県立半田東高等学校への進学は不可。三河高浜駅市内にあるすべての駅が無人駅である。木浦大橋木の浦観音春日神社を馬頭、祭りと松桜の漫画作品、三角屋願いアパートは高浜市を舞台としている。ありがとうございます。